バンダイ、マスターグレードシリーズ100分の1ガンダム F91 バージョン 2.0 です、こちらのまず写真は、メーカーの方で組み立て塗装した完成品の写真になっております。あとこちらにありますけれども、胸とあのスラスター背中のスラスターのところが最大稼働時の時に光るようにできるようになっており、この別売りの発光ユニット白二等式を専用のディスプレイスタンドに組み込むことで光らせることができるようになっております。こちらがさまざまなアクションポーズの紹介です。F91 だとこういう特徴的なあのフェイスガードのオープンとかが今度はこう差し替えなしでできるようになったりとか、肩のフィンの展開や、足の裏のスラスターのフィンの稼働など、かなり細かく作り込んであります。でこちらの写真が塗装しなくてあのそのまま組み立てた状態になっております。こちらの方がプラパーツになります。ここの部分が青いあの胸とかのパーツが入っているところと、こちらがシールとデカールとインスタントレタリングが入っております。でこちらの白いパーツが、ビームライフルや頭部、まあ、足と腕その他いろいろこう部品として入っております。こちらのグレーのパーツは主に内部メカの部分になります。あとこちらの白いパーツは、足や腕、あとベスパーのパーツとか、その他のものが入っております。こちらのグレーパーツも主に、内部メカや、あとは指のパーツとかですね。それとあとこちらに、専用のディスプレイケースとディスプレイ台とあとコックピットとかの、クリア部品が入っております。でこちらが、機体オレンジ色の部分と黄色の部分のパーツになります。こちらが赤いパーツのところです。主に今、足のところにはなります。でこちらのは、金色に塗装されている部品になっております。この辺のは、背中のスラストとかに使っているところになります。あとこちらが、ビームサーベル、ビームシールドのエフェクトパーツと、専用スタンドのこのアームの部分とビームライフルや、ランチャーのところのパーツが入ってます。部品は以上になります。でこちらが説明書になります。まずこちらが F91 の解説や、開発の、工程のことが書いてあります。その次にパーツリストになります。でこちらもあのパーツリストとあとは組み立ての基本説明で注意書きや組み立てる順番あと細かな注意書きが書いてあります。こちらからボディの組み立てになります。でこちら胴体が終わりましたら次に、頭部の組み立てになります。で頭部のは一度フェイスガードがか、稼働の方をちょっと確認してください。次に腕の組み立てです。
で腕ができましたら、頭部と胴体をセットします。で次に足の組み立てになります。でこちらも、細かな、説明や色の説明ですね。色の方はクレオスの水性 4B カラーを推奨しております。とこちらが各部の、武器や、装備の説明になっております。まあ、これがまた足の続きになります。で両方足作りましたら今度腰の部分を作ります。でこちらから腰の部分の、方になりまして、で腰ができましたら、先に作った足と胴体をセットします。次にベスパーの組み立てになります。で完成したベスパーを背中に取り付けます。次に、武器の組み立てでビームライフルとビームランチャーの組み立てになります。でビームランチャーとかは背中、腰にマウントしたり、あとは、ビームサーベルの取り付けや、エネルギービームシールドの取り付けですね。あとベスパーの展開の差し方、フィンの開き方の説明になっております。で次に、専用ディスプレイ台の組み立てになります。こちらは、先ほどの、方でご説明した通り、この2灯式の LED ライトをセットできるようになっております。これをつけると胸と背中が光るようになります。でこちらがマーキングシールの貼る位置の説明です。これで以上になります。